江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、K国の掲示板からのご紹介でございます。 K 国民、アウディがヒュンダイより良い車ですかというね、質問なんですね。それではスルーシュの書き込み行ってみましょう。くーちゃんお願いします。価格を考慮しない条件でジェネシスやヒュンダイのフラッグシップと比較してどうですか。だそうです。はい、価格を考慮しないってことは高くても安くても構わないってこと。じゃあアウディだろお、はい、じゃあこちらに対して韓国の反応いってみましょう。はい、K国さんどう考えてるんだろう。当然アウディの方がいいですね。でもアウディを買うなら本気で BMW を買うべき。アウディ RS7 とジェネシス G80 を比べてみれば答えが出ます。走行感覚はアウディ、内装はジェネシス。アウディは独3社の中でドイツ現地で一番売れている車ですよ。はい、もちろんアウディがいいです。ただ価格対比では良くないです。価格はでも考慮しないんでしょ。基本性能はジェネシス勝利、デザインもジェネシス勝利、ブランドもジェネシス勝利。K国と北米限定ですが整備の利便性もジェネシス勝利。正直負ける部分がありません。ヨーロッパの販売量はともかく国内ではアウディを買うメリットが特にありません。車に詳しくなくても5分乗ればわかります。現代車は非常に警告的な整形美人です。ジェネシスに基本性能があったんですか。ジェネシスもよくやってはいますがモデルラインナップが揃っていない中でアウディと比較するのはちょっと。ただジェネシスがいいという意見も尊重します。思考が違うだけです。あ、そっか、ジェネシスって要するにヒュンダイの高級車ブランドだよね。まあ日本でいうトヨタに対するレクサスみたいな位置づけですけど、ジェネシスってそんなにあれですね、多分あのラインナップが少ないんでしょうな。ジェネシス G90 と V、 あでもそんなことないか、 V80 か、 V80 っていうセダンシリーズ807060とかあるのかな。あと SUV タイプの炎、この前あのプロゴルファーのアメリカの人が崖から落ちたやつ SUV、 あれもジェネシスですね。ジェネシスも非常に良くなっていますが車自体だけを比較するとアウディの方が上です。ですが特にこの掲示板ではなぜかアウディがよく批判されますね。かっこ笑い。ジェネシスがアウディ車を超えているのであれば高級ブランドの販売量が K国だけでなく世界中でアウディを超えているはずですが現実は違います。ジェネシスも良い車ですが認めるべきところは認めた方が良いと思います。ジェネシスもいいですがアウディが国内でイメージが悪いとはいえフォルクスワーゲングループのプレミアムラインを担当しており、ポルシェ、ベントレー、ランボルギーニとプラットフォームやエンジンなどを共有して使っています。アウディコリアが悪いのであって車自体はいいです。現代車はトヨタやフォルクスワーゲンにも基本性能で負けているのに何でアウディと比べるのか。上の方々がおっしゃる通りアウディコリアがちゃんとしていれば国内でこんな販売量にならなかったでしょう。これはもう好みの問題だと思います。走りを重視しないで内装や便利さを重視するなら現代車、外見のイメージや高速安定性を重視するならアウディです。本当に真面目に走行してみてから主張してほしいですね。ソナタ、グレンジャー、ジェネシスの3世代まで試乗しましたがスペックへの出力、排気量、トルクを抜きにしても独3社の加速、パワー、制御、走行機能には到底追いつけません。そのうちポルシェよりジェネシスが上という話も出てきそうですね。わら。国内の SUV を全部合わせても2013年のアウディには勝てないでしょう。アクセルを2秒踏むだけで違いがわかります。3速までギアチェンジしてみれば一目瞭然です。景品で現代車かアウディのどちらかを選べと言われたらアウディを持っていくでしょうね。わら。というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。ヒュンダイの比べる相手は猫車だろ。ヒュンダイと比べたら日本車どれもマシになっちゃう。めちゃくちゃアウディの方がいいやろがい。比較するレベルにあると思ってんのが間違いだろ。ヒョンデより悪い車見つける方が難しい。わら。ヒュンダイに乗ることがないからわからんけど間違いなくアウディに乗る。
ヒュンダイの車って自動化装機能付き車の略でしょ。現代より悪い車ってあるの。坂道登れなかったり、もういろいろとひどいんでしょ。え、そんなエピソードあん。価格を考慮しない、無意味な比較。アウディがヒュンダイよりいいだけではなく、ヒュンダイは C 国の車と比較してください。すまんけど、ナナジェネシスって見たことないわ。とりあえず、盗まれないためのイモビライザーは標準でついとる。アウディは2026年から F1 に参戦しますよ。ヒュンダイは WRC 撤退するんでしょ。企業力が違いすぎる気がしますわよ、わら。アウディも日本製カーエアコンに変えないと聞き悪い。タイガーウッズさんに聞いてみたら、ジェネシスまた乗りたいですかって。アウディ車はスキージャンプ台を登れるぞ。だから個人の考えはどうでもいいんだよ。性能比べてどうこう言えよ。自国車を褒めて購入すればいいんだよ。日本車だけには手を出さん方が身のためだよ。他の車に乗れなくなる。アウディのガソリン車は無骨ながらオフロード性能が非常に高い評価を受けてるぞ。あ、なんかね、そんな話もね書いてあった。そういえば掲示板に。どちらか無料で差し上げますで実際に試してみればいいのにね。価格が高い方をもらう人が多いと思うよ。日本だとアウディ乗ってるの結構いい年のおじさまが多い気がする。現代の車とか走行中にドアが取れたり座席が車外に放り出されたりしそうで怖い。そんな比較にもならん比較して虚しくならんの。どの企業もコリアってつくとみんなダメなんだな。ドイツ人が買うアウディで安い車あるの。日本人が安い日本車買うくらいのすんごい高いイメージだから。ああ、だってそうでしょ。多分ドイツ本国で買えば安いっしょ。フルタイム4かの先駆けのメーカーと勝負して勝てるとでも。次は価格と性能を除外してジェネシスはどうですかって聞いてきそう。自動制御でビョンビョン言ってたのはどれだっけ、わら。お前等の車、見た目だけ車中止まりできるのあるのか。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画をおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。姉妹チャンネルでも動画投稿しておりますので、ぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。